皆さんこんばんは、絆長崎です。数十年ぶりに新しい皿を買いました。何センチぐらいだろうね。大皿じゃないです。大皿を置くとちょっとね、狭いんでですね、全体像がゆっくらせ、こんな世界ですけれども、と小さめのやつも使ってみたいと思ってですね、太刀魚、お刺身が綺麗だったんで、お花5日目ですね、お花飾り。太刀魚のこのギラギラした部分、前言いましたけれども女性が使います、あのマネキュア、ギラギラしたやつありますよね。太刀魚のこの表面の部分が材料として使われます、使われますっていうか使われるそうです。20代の頃しましたね。そして疲れ気味の時にはよかですよ。生ニンニクの、私はみじん切り、シャキめっちゃかけてイタリア風に今日も仕上げてみましたけれども、くーちゃんあんた寝とらすじゃなかったね。ごまえそうな顔して、あんたが大将クリスマスはもう終わっとった場合って、まさか見つけたんじゃないやろうな。長崎のプリントクッキー今日会社からもらいました。食べれないよね、賞味期限っていつやろう。おいくーちゃん、よっこいしょ。今日はもうちょっと置けないんでね、桃組最近休止しました。孫悟空いちごのやつなんですけどね、少しねへこんでるやったんですよ。な、早めに食べんといかんな、どがんかせんと。今日のスポットライトはですね、いやいや今日のゲストはですね、プリンと言います。よいしょ、初めてのスポットライトかもしれない。そしてお好み焼きフライパンにふついて、で初期化しました。グワーってまた叩き直して焼いた状態でこんなになりました。野菜炒めセットはいろいろ入っております。で昨日の中落ちの豚ちゃん、こんなんです。ソーシェビがね、ちょいいただきたいと思います。よいしょ。うん。あー、うまい。お好み焼き粉の中にはもう山芋のあれが入っとるですね。今日のビールは金ラガーと淡麗生、今日はこのままいただきます。よいしょ。明日がですね、一応予定では今日かって思ったんやけど、明日焼きがないっていうことで晩酌風景まだできそうなんで、明日がラスト、12月31日晩酌風景といたします。31日は私はここにはいません。友達の家でですね、この軽く5倍ぐらいド派手にいつもやっております。みんながいろいろ買うてくっとですもんね。私はいつもアルコールは買っていきますけど、オカレントさね、ゆっくりいただきたいと。お前やっぱうめえな、中落ちのやつの、あっという間に食べてしまいそうです。あ、おった、いただきます。
うん、直径20超えとったけど、あっという間に食べてしまいそうでした。すいません、もごもごしながら。今日のスポットライトはドルルルルレオ君撮影お疲れ様でした。初めてかもしれませんね。今日のスポットライトはプリンです。よいしょ。